申し訳ないんですが、ロー様。どうか私の代わりに王の仕事をやっていただけないでしょうか。はいはい、いいよ。仕事を押し付けやがってよ、あいつ。ローと幸せの王国。ローの話に入ってきた。なんだ、いびきか、急に。いびきなわけではないんかな。いや、でも。いや、気絶か？寝てた？何？何もない空間。ここはどこじゃ？わしはなぜこんなところにおるんじゃ？おかしいの。ちっとも思い出せんぞ。ん？ん？ん？なんでこの何もない空間に唐突なバニーがある？なんじゃと？まさか彼女は？何？有名人？ん？でも顔違う。うん。おお、やはり我が愛読書ピチピチバニー、ピチピチバニーのバニーちゃんに瓜二つではないか。本人ではないんか。何が何やらわからんが、あのバニーちゃんならここがどこかもお耳に挟んでいるやもしれぬな。あんななんか得体もしれん。確実にモンスターが化け取りやがるな。よし、そうと決まれば大丈夫、罠やろ。突撃あるのみじゃ。おい、バニーちゃん、すぐに行くから待っていてくれ。そんな言うほど距離なくない？ほら、超近いやん。何？逃げてくんですけど。逃げるなよ、おい。ダッシュしようと思ったけど違った。お、追いついたよ。なんか服装変わった。何が起こったんじゃ。てか場所もなんか真っ白な空間じゃなくなった。お、人がいっぱいおるぞ。なんか何この豪華な場所。そんな、いや、しかし見まごうはずもない。ここはありし日のユグノア城。ユグノア城？ユグノア城ってどこやったっけ？似合ってるじゃない。お、う、さ、ま？ん？王様？何？幻想？さっきのバニーちゃんよね。王様の格好をして。この姿は、わしがユグノアにいた頃の。いた頃？待って待って、ローって誰やったっけ？どういう人物やったっけ？全く覚えてないんやけど。そなたは何か知っておるのか？私についていらっしゃい。絶対ほら、いい夢見させるモンスターやって。もしここが本当にイグノア城ならば、バニーちゃんが向かった先は確か玉座の間じゃったな。他に当てもないしの。ひとまず人々に話を聞きつつ、バニーちゃんの後を追うとするか。ユグノアにいた頃の格好ってことは、ローはもともと王様ってことか。いろいろと私ね、このゲームの設定も忘れとるけん。何を驚いているんですか？まるで幽霊でも見たような顔をして、おかしなロー様。それより今日はご来客があるんですよね。早く玉座の間に向かわないと大臣さんに怒られちゃいますよ。普通、周りの人たちは、別になんか普通な感じやね。ロー様はどうなされました？もしかしてまた2階の台所でつまみ食いですか？今日はこれから大事な用があると大臣殿がおっしゃっていましたよ。今は2階に降りている場合ではないのでは。また、いつもつまみ食いをしている王様なのかい？ロー様お待ちください。先ほど大臣殿が探しておられましたよ。玉座の間にお戻りくださいませ。あ、わかりました。ごきげんよう、ロー様。ロー様の知性のおかげで、今日もユグノア平和です。さて、あ、そっか、神父さんね。了解。ユグノアが一体どこなのかがちょっといまいちよくわかってないけん、情報を収集したいんだが。向こうの扉を開けると玉座の間。エレノア様のお部屋はさらにその奥を左に曲がった先。おっと、すみません、ロー様。自分新入りなもので城の間取りを覚えている最中なのであります。びっくりした。王様であるローに対して説明してあげようかと思った。まあね、私はあれかもしれんけど、本人は知っとるよね。ここ玉座の間。
おお、来た来た。ここはあれか？あの、なんか砂漠みたいな。氷の女王みたいなのが出たとこかな。ごきげんよう、老様。大臣殿が玉座の前でお待ちですよ。このまま奥へとお進みください。なんか左側にエレノア様の部屋みたいな言わんかった？誰エレノアって。奥さんかな？こちらはエレノア王女のお部屋です。いくら老様でも勝手に入ったら怒られちゃいますよ。それにしてもエレノア様ったら先ほど部屋を出たままだ戻られないけれど、どこに行かれたのかしら。まあね、王族だろうと一般人だろうと、プライバシーというものが。そうか、とうとう決意されたのか。あ、老様、ご機嫌うるわしゅ。何？王様に隠し事かい？これからお話に来るらしいですが、多分あのことだと思うんですよね。あら、老様、なんでもない世間話ですねよ。怪しい、めちゃくちゃ怪しい。こっちの部屋は？全然玉座に向かわない私。おや、老様、玉座の前で大臣なのが探しておられましたよ。ご自分の部屋に戻られるのは後にしては。あ、ここが自分の部屋。ご安心ください。例の秘蔵の無譜本は、メールたちに捨てられぬよう、私がしっかり見張っておきますから。大臣玉座の前におるんやったらさ、多分今頃王様何をうろちょろしとんねんって思いながら見よるはず、この様子を。老様万歳。老様に敬礼。老様、本日もユグナーのマントが一段とお似合いですね。全身から威厳が溢れていますよ。めちゃくちゃ褒められる。老様、頭上に輝く王冠が今日も素敵ですね。お髭も相変わらず凛々しいです。すごいな、なんか逆に嘘なんじゃないかと思ってくる。とりあえず王様やけんみたいな。あ、老様、探しましたよ。これからご来客があるというのに、どこに行っておられたのです。すごいね、王様と大臣並んでめっちゃちびっこやん。かわいい。慎重。まもなくお約束の時間ですよ。早く玉座についてお待ちくださいませ。あの、どっちかしら。ちょっと老様、何を迷われているのです？老様の玉座はそちらではないですよ。ささ早く、お隣の席にお座りくださいませ。あ、なるほど。こっち？玉座につき来客を待ちますか？待ちましょう。誰が来るんかは知らんけども。ん、何？あ、誰か来た来た。もう来客来た？そんな。ん？何？知り合い？ごきげんよう。お父様、娘？お前たちは若き日のエレノアと会うように。あ、エレノアって奥さんじゃなくて娘なんや。奥さんはおらんの？アーウィンってなんか聞いたことある。エレノア王女殿下の護衛隊長アーウィン。お、恐れ多くも王女殿下と連れ立ち、老様の御前に参じました。本日こうして参りましたのは、老様に大切なお話があってのこと。なんじゃ話とは。申してみるがよい。実は若き日のってことは時間が巻き戻っ、まあこんな平和なわけないわな、あの世界で。実際の時間軸ではないってことか。実はこの私と王女殿下の婚約をお認めいただきたいのです。ほ、アーウィン。一介の兵士に過ぎぬ私には不相応な願い、それは承知しております。しかし不祥ながらこのアーウィン、王女殿下のため鍛え上げたこの剣、そして揺るぎなきこの思いの強さは世に並び立つものなしと自負しております。ですから老様、今後は護衛隊長ではなく夫として生涯王女殿下を守り抜くことをお許しいただけないでしょうか。はい。あ、でもあれなんかな、父親っていうのは一回はなんかいいえって言いたくなるもんなんかな。断る理由なぞありゃせんわい。わしは知っておるぞ。お主はエレノアの伴侶になる男じゃ。あ、ん？もうこれが過去の話やとしたら、若き日のって言ってけんね。未来を知ってるけんってことか。お父様。未来では結局結婚してるってことなんやろ。アーウィンよ、
我が娘をよろしく頼んだぞ。はい、ありがとうございます、老様。ありがとうございます。ん、こいつってあれか、あの何、氷の女王のとこじゃないわ、しろあれや、あのなんか真ん中マップの真ん中の方で、あのなんかボロボロの遺跡みたいになっとったところ、あの崩壊してるお城じゃないの、なんかこの世界、この世界の中で唯一なんかね、滅んだ城みたいなのあったやん、あそこじゃない、なんか地下室みたいなの入ったよね、そこでなんか、お主はさっきのバニーちゃん、今までどこに行っておったんじゃ、あの娘の幽霊と、そしてあとアーウィン、あのなんか鎧の男みたいな出てきたやつじゃ、そっか、しんどいんや、あの実際は、え、てか周りの人おらんくなったことない、懐かしかったでしょ、次も楽しんでいってね、なんかあれじゃない、魔物にさ、なんか楽しかった、幸せやった頃の幻想を見させられて、なんか実際にはめちゃくちゃなんか、本人げっそりなって生きよるみたいな、なんかよくあるやん、そういうの。幸せな夢で、なんかもう目覚めたくないみたいな感じになって、どんどん正気が奪われていく感じの。あ、老様、こんな大事な時にどこで何をされていたのです？え、さっきからここにいますけど。アーヴィン様とエレノア様の結婚を許可していたですって？まったくいつの話をしているのですか？え？え、タイムスリップした？また。ちょ、未来に行ったってことか、あれより。いつの話よってことは、もうとっくに結婚してるってことよね。先ほどアーヴィン様も落ち着かぬ様子で玉座様から出て行かれてしまったし、二人ともそわそわしすぎですよ。何？何があったの？アーヴィンや。ん、そこになんか、なんだなんだ、兵士たちが。ロー様はどうされましたか？そのように戸惑った顔をなされて。エレノア様たちが、エレノア様たちがいなくなったですと？なるほど、サシモン、ロー様といえど緊張で気が動転しているのですね。アーウィンさんもやはり緊張されているのか、先ほど何かの悩む様子でヨクザ様から出て行かれましたよ。緊張？え、だってもう娘さんを僕にくださいは終わったやん。何の緊張？なあ、さっきからなんだか鼻がムズムズしないか？あ、ロー様、びっくりした、こっちにタメ口で話しかけてきたんかと思った。いよいよですね。どんなに優秀なお奥さんが誕生するか、今から楽しみですね。あ、なるほど。あ、ってことはあれか？ん？お孫さん？主人公のおじいちゃんやったっけ？もうなんかいろいろと、いろいろと記憶。じゃあもうそろそろ生まれそうなんかな。まだ主人公はこの世界に存在してないんやね。お待ちください。今のエレノア様には安静が必要不可欠。心配なのはわかりますが、立ち入りはご遠慮くださいませ。ん？さっき結婚を許したばかり？何言ってるんですか。いくら心配だからって落ち着いてください。さっき結婚を許したばっかりで今もう子供が生まれそうってやばいやろ。確実にお腹の大きさと合ってないけん。さっきスラッとしとったしね。あ、自分の部屋に入れるようになったぞ。あ、てかあれよね。え？ってことは何？これ追加のストーリーなわけやん。本編ではユグノア城、アリシヒのユグノア城とか、ユグノア城の人々とか、そういうのは、出てきてないよね。出てきた？回想シーンとかであったかな？ハクション！失礼しました。食事係のメイドがさっきこの辺で黒胡椒の入った壺を落として割ってしまったんです。おかげで、あたりに胡椒が舞っちゃって。あ、それで鼻がムズムズ、さっきの兵士。エレノア様のお部屋まで飛んでなければいいんですが、ハクション！大丈夫じゃない？正反対の一番端っこやろ？飛んでないやろ、あんなとこまで。大丈夫、大丈夫。でもここまでは飛んどんやね。やばくない？塔も閉まっとんのに。大丈夫なん、ちょっと。城の作り。ん？ああ、ロー様、ちょうど良いところに。もう間もなく、我が子が誕生するにあたり。
折り入ってご相談があるのです。アーウィンの子供じゃと？つまり今は我が孫が生まれるあの日ということじゃろうか。あの日とか言われてもよね。向こうからしたら。ロー様？いや、なんでもない。独り言じゃ。それよりわしに相談と言っておったな。はい。実は我が子の名前がどうにも決められず、非常に困っておりまして。名前のことを考えると、どうにも他の仕事が手につかないのです。アユナだよ。あなたの子供はアユナです。申し訳ないんですが、ロー様。どうか私の代わりに王の仕事をやっていただけないでしょうか。あ、そっか。え、二人が結婚して子供が生まれるってことは、もうローは王様じゃないんか、今。ご隠居ってこと？はいはい、いいよ。あ、ありがとうございます。本日予定されている王の仕事は、具体的には二つございます。一つは玉座について、訪れた人や問題に対し、王として指示や答えを出す仕事です。大臣に事情を伝えておきますのでご安心を。もう一つは城内の人助けです。困っている者は王が自ら助ける。ロー様の築いた伝統ですな。私は2階の噴水のそばにおりますので、仕事が一区切りしたらお声掛けください。すいませんが、よろしくお願いいたします。マジで。仕事を押し付けやがってよ、あいつ。義父に。まあ、頑張りますか。ロー様、アーウィン様からお話は聞いていますよ。もしアーウィン様の代わりに王様の仕事をしてくださるなら、玉座にお座りくださいませ。来客の対応はもちろんのこと、政治的な判断を求められる外交案件など、ユグノア王の仕事は多岐に及びます。お手伝いいただければ、アーウィン様もきっとお助かりですと。何卒、よろしくお願いいたします。ほう。こっちはエレノアやったよね。もう一回調べてみるけど。おっと、王が座るのはこちらではなく、この隣の玉座っちゃったな。久しぶりすぎて忘れておったわい。って言っても自分的にはついさっき座ったばっかりじゃね？この玉座でアーウィンに頼まれた仕事ができそうだ。玉座につき王の仕事をしますか？はい。それでは本日の仕事を始めましょう。まずはこちらの方からお話を伺い、王の代理としてご判断をお願いします。お初にお目にかかります。私はクレイモラン王国より参りました。使い出物でございます。クレイモラン。本日は我が王を悩ませるとある事件について、四大国の中でも平和と戦い、ユグノア王国のお知恵をお借りしたく。四大国の中でも平和やったんや。やのに、唯一滅んだん？平和やったけん滅んだんかな。平和ボケしすぎて。ほう、事件とな。それはどのような事件なのじゃ？実は、クレイモラン王家に代々伝わる、ブルーオーブが何者かの手によって盗まれてしまったのです。クレイモラン王は様々な手を尽くし、ブルーオーブだけは取り戻せましたが、今も城から盗み出した犯人は不明なまま。容疑者を4人まで絞ることはできたのですが、証拠もなく、犯人特定には至っておりません。何か良い方法はありませんでしょうか？なるほど。4人いる容疑者の中から、犯人を1人特定する方法か。ちと状況を整理して考えてみるかの。まずは犯人の動機について考えるとしよう。一体なぜ犯人はブルーオーブを盗み出したのじゃろうな。お金が欲しかった。スリルを味わいたかった。でも普通に考えて、何？王家が管理しとんやろ？お金になるって考える。うん、いや、ない。スリル。愉快犯もおるけど、お金が欲しかった。ブルーオーブを売り払えば、相当な額の金になるはずじゃ。犯人の動機はそれに違いあるまい。では、次に犯人の人物像について考えてみるかな。厳重な警備をくぐり抜け、ブルーオーブを盗み出せるのはどんな人物じゃろうか。鍵開けの名人、変装の達人。でもどう？厳重な警備でさ、変装の達人ってなんか私の中ではもう、怪盗キッドとか。そういう感じ。あとルパンとかもかな。そういう感じないけど、そういう鍵開けの名人。まあ、鍵だけ開けれても、そこまでたどり着けるかどうかやけんね。両方金合わせんと無理じゃね。あ、でも変装してったらあれかな。開けてもらえるような人物がおったりもするんかな。じゃ、変装の達人で。
犯人は警備の者たちを欺き、疑われることなくオーブに近づけるほどの変遜達人に違いない。ということは、よーし、ひらめいたぞえ。真犯人はおそらく腕利きの怪盗じゃ。ほう。試しに容疑者たちに向かって、盗まれたオーブは偽物で犯人は間抜けな奴だと笑ってみるのじゃ。欺かれていたのが怪盗の方だと知れば、無実の者ならば一緒に笑い、真犯人ならば悔しがるはず。おお、なるほど。さすがは老様。それではその案を持ち帰り、王に提案しますがよろしいでしょうか。ふんふんふん。そういう心理戦なんやね。ありがとうございます。では早速クレイモラーに戻り、我が王に報告させていただきます。クレイモラー王国の使者はとても嬉しそうに帰っていった。さすが老様。あの方法ならば事件も無事に解決するに違いありません。さて、続けて次のお仕事をなさいますか?ほいほいほい。わかりました、老様。それでは次のお仕事と参りましょう。ん?大臣?老様、サマディ王から新書が届きました。あ、なるほどね。読み上げますね。5本。アーウィン殿、お元気ですかな?あ、そっか、これは王様宛てやけん、アーウィンが答えてくれると思ったよね。イグノア王としてのご活躍のほど、我が国でも日々耳にしておりますぞ。でもどうなん?こういう、なんか直接じゃない、直接来とるわけじゃない人に対してはなんかね、ちゃんと本人が答えてあげた方がいいんじゃないかと思うけど。まあでも一応あれか、元王やけん、大丈夫なのか?実はその活躍を見込んで相談なのですが、実は我が国では最近日照りが続き、不作に悩んでおります。アーウィン殿であれば、この事態を打開する命案を与えてくれるのではと思い、国一番の早馬に手紙を託します。とのことですが、どういたしましょう。急ぎでお返事が欲しいようですが。だいぶ困っているようじゃの。それではアーウィンに代わって、わしが返事を出してやるとしよう。ふんふん。不作を解決するための命案か。さて、何と返すとするかの。まずは手紙の全体的な雰囲気を考えるとしようかの。どんな雰囲気が良いじゃろうか。穏やかに優しく、あえて厳しく。いや、穏やかに優しくでいいんじゃない?他国の王様なんやろ?よし、これでよかろう。それでは、不作の解決策じゃ、解決策じゃが、どのような提案をしようかの。手堅い安全策か、意表をつく奇策。意表をつく奇策っていうのもあれやけど、でも死活問題やん、不作って。直接的にちょっとなんかね、命の危機に関わってきそうやけん、手堅い安全策の方がいいのでは。よし。だとすると多分このような返事がよかろう。大臣よ、手紙の文面が決まったぞ。今から話すことをよく聞いておれ。サマディ王よ、不作でお困りとのこと。どんなにか辛かったことと思うが、もう心配ご無用じゃ。サマディってあれよね、砂漠の真ん中にあるとこよね。なるほど。あんなところで作物を育てるんか、すげえな。我がユグノア王国の食料を無償にてお送りさせていただこう。どうぞ遠慮なくお受け取りくだされ。え、それさ、根本的な解決になってなくない？え、どうやったらさ、食べ物をが豊作になるかとかそういうことじゃないん。だってそれいつまで支援すればいいんかわからんよね。困った時はお互い様じゃからな。いつの日か我が国がピンチに陥った時は、どうかよろしく頼んだぞい。へえ、滅ぶんですけどね。以上じゃ。これを手紙に書き留めておくのだと。あ、なるほど、大臣が代わりに書くんや。さすが老様、素晴らしい文章ですね。では、今の内容でお返事を出しますが、本当によろしいですね。ほいほい。かしこまりましてございます。それでは早速お送りしておきますね。さて、続けて次のお仕事をなさいますか?じゃあ。何個あるんだこれ。わかりました、老様。それでは次のお仕事と参りましょう。でもなんかこういうの楽しい。私さ、なんか、何 ?RPG とかでもさ、サブクエをどんどんクリアしていくのめっちゃ好きなんよね。老様、今度グロッタの街で4大国対抗の格闘大会が開かれます。あ、グロッタ。え、あれよね、マルティナがおったとこよね。つきましては、イグノア王国からも代表選手を出さねばなりません。ここに集まった3人がその候補者です。え?国の代表?武道に通じた老様なら一目で選手の実力もお見通しでしょう。
ささ、前に出て候補者をお選びください。ね、一人人間じゃないんやけど。あれは、ずるくない？大丈夫なの？お、その戦士に目をつけられるとは、さすが老様褒めが高い。その戦士は素手で鉄板を引き裂くほどの怪力無双ですよ。でも普通に考えたらこの中ではこいつよね。どんな敵が相手になったって圧倒的なパワーでねじ伏せてやるぜ。ぐはははは。俺を選んでくれるよな。とりあえず一人ずつ話聞こう。くそ、俺を選んでくれれば優勝間違いなしなのに、その判断後悔するぜ。なんか態度が気に入らねえな。その選手を選ぶとは、ローさんも悪ですの。勝利には手段を選ばない極悪非道の豪傑グマです。食われない私。私、皆さんがおっしゃるほど乱暴者ではないクマ。でも頑張るから選んでくれるクマ？え、心優しき魔物ですか？てか喋れるんやね。ちょっと待ってね。そっか、そうクマよね。クマが人間の大会に出場するなんて何かおかしいと思ってたクマ。なんか心優しそう、本当に。普通に。お、その選手は候補者を選ぶためのトーナメントを全て不戦勝で勝ち上がった幸運の持ち主、奇跡のラッキーボーイですよ。不戦勝？実力ないってことやん。すみません。僕、あまり自信ないんですけど。もし出場が決まったら、なんとかなるよう一生懸命神頼みします。選んでくれますか？そこはさすがに実力鍛えるんじゃないの。そうですよね。僕みたいに弱っちいやつが選ばれるわけないですよね。アンラッキー。いや、これ、こいつはないな。国の代表選手にこんなのはないな。でも態度がでかいのもあれやし、実は気が良さそうなこいつで。どうすか？ありがとう、クマ。きっと家族も喜ぶ、クマ。お、しかも家族がいる。ありがとうございます、老様。それでは、出場するのは極悪非道の豪傑グマでよろしいですね。はい。本当に極悪非道なのか、こいつは。かしこまりました。さすがにこれに勝てる選手はそうそういないでしょう。わっはっは。大臣の方がすげえ悪そうだけど。さて、老様。これにて本日の玉座の間での仕事は全て完了となります。あとは、アーミー様に頼まれた通り、城内で困っている者がいないか、見て回られてはいかがでしょうか。ひとまずお疲れ様でした。お久しぶりにロー様と仕事ができて、この大臣嬉しいございましたぞ。それは良かったです。で、さっきまでのが、まあ、外交的な仕事やったわけやん。今回は、城の中、身近な人間を助けろって誰が困っとんやろ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。